横川駅は、群馬県安中市松井田町横川にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅、群馬県側の現在の終着駅。北陸新幹線の高崎駅長野駅間が、部分開業した1997年10月1日以降、新越本線の群馬県側の終着駅となっている。1から3番線の線路は、構内の外れに、 コンクリート製の車止めが設置され途切れているが、かつては、薄い峠を越えて、軽井沢駅へ、伏線電化の線路がつながっており、薄い峠越えの拠点駅であった。薄い峠には、最大66.7パーミルという国鉄、JR 史上最急勾配があり、列車が走破するためには放棄である EF63 を、連結、開放する必要があった。そのため、基本的には、 すべての列車が客扱い視聴時間停車した。その時間を利用して乗客が購入していたのが、峠の釜飯で製造を販売している、小木の屋は駅前にある。広島県の山陽本線横川駅と区別するため、乗車券には横川と印字される。駅舎軽井沢からの列車相対式ホームに面2線を有する地上駅で中線を1線持つ構造である。以前は、 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線が、抽線を挟む構造であり、側線も多数ある広大な構内だったが、当駅軽井沢間の廃止後にほとんどが撤去された。また、構内には、薄水峠越えのための補助機関車の拠点として、横川運転区が置かれていたが、こちらも廃止され、現在は薄水峠鉄道文化村となっている。安中駅が管理し、 JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅である。駅舎内部にはタッチパネル式自動券売機が設置されている。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替としてもしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年に撤去された。スイカ対応自動改札機の設置駅である。駅舎は木造の古くからのものである。 2011年の群馬デスティネーションキャンペーンに合わせて、駅舎のリニューアルを施行すると同時に、ホームの軽井沢側に渡り通路を作り、古線橋を使わずに、線路末端の車止めの後ろを回り込む形で移動できるようになった。当駅には、高崎駅からの臨時快速、SL 群馬横川が乗り入れており、3番線から発着するため、この列車を利用する乗客への利便性の向上が、 図られている。両番線とも、スイッチ製作の、恋の通勤列車を使用している。横川軽井沢間の廃止からしばらく経った後、廃車された EF63 型電気機関車2両と189、軽電車長野色の給料編成が、90山信号所付近に留置された。これらは、廃車以降全く手入れされておらず、サビや塗装の剥がれ色汗が目立ち、 EF63 型の全面貫通扉が盗難に遭うなど荒廃してしまったため、防犯のため当たり駅の4番線に移動されたが、展示しているのか放置しているのかわからない状況であった。なお、この際に車両の改装経路の関係で、現役当時とは編成が逆になっており、EF63 型が長野型に置かれていた。2005年末になり、 EF63 型の2両と189系のうち2両が鉄道文化村内に収容されたが、残った189系電車の7両は2006年1月に解体された。なお、EF63 型の2両は、その後、整備を受け鉄道文化村の EF63 型体験運転車両として、胴体保存された。主な駅弁は、下記の通り、 JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は208人である。これは JR 東日本管内の在来線の自動改札機設置駅では最も少ない。近年の推移は以下の通りである。なお、駅前の排水口の蓋にはラックレールが再利用されている。当駅以外にも高崎支社管内の駅周辺などで同様に 利用されているケースがある。バス乗り場かつては、新越本線の線路が伸びていた軽井沢駅までの間には、1997年10月1日から、JR バス関東による雨水線が運行されている。バス乗り場は、駅改札口を抜けて、左手徒歩1分程度車止めの先のところにある。春、夏、秋の観光シーズン限定で、 横川駅メガネ橋から熊野平軽井沢駅及び横川駅メガネ橋から熊野平駐車場も運行されている。ありがとうございます。